はい、おはようございました。ドコモが本日、とうとう発表しましたね。最初に発表してから約10ヶ月。もうちょっと待ちに待ったっていう感じでしたね。ドコモのエコノミー。蓋を開けたら MVNO でしたね。MVNO って何ぞやという方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、簡単に言うと、キャリアがね、ここで言うドコモが 他のドコモ以外の会社に回線を貸し出してねレンタルしてレンタルされた会社がねそれをまた一般のユーザーに携帯電話の回線としてね貸し出すまあこれがいわゆる格安携帯会社って呼ばれるものになりますねはい今回ということはですよアハモは本体から出しましたけれども商用量プランとなるエコノミーは MVNO ということになります。ここは一つのポイントになりますねじゃあドコモはそのエコノミーをどこと組んだんぞっていうところフリービット株式会社と NTT コミュニケーションズの2社を MVNO の相手として合意しましたというところですよね。引き続き他の連携に向けた協議を実施しているっていうことから今回はこの2社であるんだけれどもまだまだ増えてくる可能性は ありますよともうは完全に若者をターゲットにしてたんでね、えー、自分でどうぞっていう世界だったと思うんだけれども今回はちょっと少し違うみたいですねどういうことか「ドコモショップでサポートしますよ」っていうことのようですよ。MNP で他社に移るっていうことは結構面倒くさいんですよね。 まあそれをねあの、ドコモショップで手伝ってくれるということなので、えー、非常にここは心強いですね。ただしね、これは他社への乗り換えっていう手段を取ってますのでね、MNP と同じになります。つまり、ドコモメールがまず使えなくなりますね。それからドコモでの利用期間もクリアされてしまいますので、まあ、その点注意するところは、 通常の MNP の乗り換えを検討されている方と一緒ですね。ただしあの、ドコモの人だったらね、フォーマ、フォーマのお使いの方はね、買い取った方がいいと思いますね。サービス終了が決まってますのでね、まあ、スマートフォンにすればお金が高くなるということでね、躊躇してらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、他の au であるとか、ソフトバンクであるとか、もね、 3G はサービス数量これ決まってますのでフォーマユーザーの方はねこの機会に料金の安いドコモエコノミー検討の余地はあるんじゃないでしょうかはい品質はねドコモ回線なのでドコモと同じサービスエリアを使えるようになりますただし大事なことはこれ OCN に移ってしまうので回線速度 トラフィックが混んでる時には OCN の速度になりますからね、ここは注意しないといけないですね。みんながよく使うお昼休みであるとか、まあちょっと夜間9時過ぎであるとか、それはドコモのようには使えない可能性が快適に使える可能性はないかもしれないですね。まあそれはもうね、あの、お値段が安いから諦めてください。 いいやいやそんなん困るわ遅なるん困るわ昼休みに使えん困なるんやったら困るわ、まあ、そういう方はねこのエコノミーに移らず今のままのギガホであるとかギガライトであるとかアハモのままでね、えー、いた方がいいかもしれませんねはいまだドコモのホームページにね料金表が載ってないので OCN の料金表を今見ています こちらと同じになるはずなので、1ギガだと700円、3ギガ900円、6ギガ1200円、10ギガ1600円のラインナップになっております、えー。こちらの値段はインターネットができて、えー、ショートメッセージが送れて、まあ、通話もできますよっていうあの込みの値段ですね。 どうしてもね、ショートメッセージって、なんかアプリを取った時の認証とかでね、利用することがあるので、やっぱりショートメッセージ機能っていうのはね、欲しいですね。はい。どこもエコノミーにはね、これプラス1ギガコースの上にね、500メガコースっていうのができますね。500円。ワンコインですね。500円で500メガコースっていうのができます。 それとその500メガコースに60歳以上だとプラス500メガ足して1ギガで使えますよっていうワンコインのね、えー、プランがねプランというかコースがねできますのでねこれに500メガのコースがあるっていうことをね覚えておいてもらったらいいと思いますじゃあお前どうすんの行くのって聞かれた時にどうしようかなって思ってます私はね今のプランは iPhone をギガライトにしてます。そして、プラス1000円でね、iPad Pro が使えるように、データプラスをね、プラス1000円で使って、ギガホライトの中でね、シェアしてます。なので、いくとするならば、iPhone を3ギガコースにして、iPad を1ギガコースにしようかなと思ってます。まあ、そうしてもね、1600円ですよ。今、4700円ぐらい。 2ギガと言っても4700円ぐらいこれかなりねこれだとね安くなりますのでね値段だけ考えるとただねいろいろ考えちゃうんですよ今 d カードゴールドを持っててその d カードゴールドを idid ID ブランドで iPhone の中でお財布携帯使ってるんですよねでこれもまた何かいろいろ設定やり直したりとかねせんといかんのかなぁと思うとねちょっと とね、めんどくさいなと思って超めんどくさがり屋ですからねまああんまりうんまあやるとするならばね、まあ、今迷ってます、まあ、このサービス開始が今月の21日からなのでまだねちょっと時間があるのでまだ時間があるのでね慌てなくてもいいなと思うしまあ、ちょっといろいろ考えてみようかなと思いますはいでは本日の動画は以上となります では皆さん元気で健康で明るく過ごしましょうねまた次の動画でお会いしましょうではバイバーイ